はい、皆さんこんにちは。スイコカワ太郎のゴム手です。こちら分かりますか？これ何でしょう？はい、実はこれね、アルパカの毛なんです。あー、すっごい柔らかいです。柔らかくってね、なんていうか、多少の縮れはあるんですけれども、羊の毛のクリンプほどこうしっかりしたものではなくって、どちらかっていうとね、直毛に近いような状態ですね。ですっごく繊維が細いです。これがアルパカの毛です。はい、でこちらね、もう一つこちらにあるんですけれども、これはね、皆さんお分かりになりますよね。これはね、羊の毛です。あー、後ろで猫が服を引っ張っている。カプラン、ごめんごめん、はいはいはい、ごめんごめん、痛い、引っ張らないで、登ってこないでね。はい、はい、一房ちぎってみました。はい、こんな風になっています。こちらがね、肌に近い方で、こちらが毛の先端の方ですね。先端の方、ちょっと白っぽく色が抜けています。はい、こんな風にね、羊の毛ってね、束になってるんですね。でこの細かいクリンプ見ていただいたらね、わかるかなと思うんですけれども、これが弾力とこのふんわりした風合いの元ですね。はい、でこれを紡いで毛糸を作っていくんですけれども、このままではね、毛糸にならないんですね。はい、まず最初にしなければいけない作業っていうのがあります。で本来はね、刈った状態の毛を一回洗わないといけないんですけれども、今こちらのね、羊の毛の方はもう洗い済みの羊の毛を買ってきておりますので、だいたい綺麗な状態です。で羊の毛ってもっとね、ラノリンの成分っていって油成分が非常にたくさんあるんで、ベタっとするんですけれども、全然これベタつきがない状態です。はい、でもね、洗ってあっても日数が経過するとね、だんだんベタついてきますので、買ったらなるべく早いうちにね、使った方がいいかなと思います。これが羊の毛です。で そしてこちらね、アルパカの毛の方は洗ってないんですけれども、そんなにね、強雑物、中に挟まってる草の種とか土とか、そういう汚れがいっぱいある感じではなくって、非常に綺麗な状態ですので、しかも油っ気が少ないのでね、このまんま使っていくこともできると思います。はい、ただなんですね、羊の毛に比べてこのウェーブが少ないのと、でそれから繊維がね、言うほど長くないんですね。短い目なので紡ぎにくいんですね。そこでアルパカだけでは紡げないかなという判断をしまして、今回羊の毛とアルパカの毛を半分半分で混ぜ合わせて使っていこうかなと思っております。でその混ぜ合わせる機械をご紹介します。こちらの機械ですね、カーダーと言います。ちょっとね、少し毛をすいたものがここに挟まっていますが、はい、これは羊の毛をブラシのようなものでね、ちょっと拡大するとこんな風にね、ブラシの刃みたいになってまして、この毛で羊の毛の向きを整えていくんですね。で同じようにアルパカの毛も向きを整えて、一定方向に毛が流れるようにしていっています。ちょっと使っていってみようかなと思います。使い方あると思うんですけれども、私はこういう風にちょっとガタガタしますね。ここ場所が悪いのかな。はい、次に羊毛の方すいていきます。カービングしていきます。はい、まず毛先の方をね、私はこうやってね、このブラシのところで整えてやります。そして持ち替えまして、この根元のところをほぐすようにカーディングしていきます。意外とこの、ね、根元のところに短く切れた毛玉なんかが残っていたりするんですけれども、それもこれで、このやり方で綺麗に取れていきますので、カメラが下がっていく、カメラがね、どんどん下がっていくんですね。はい、
こうやって空いていくうちにだんだんに体に絡め取られていきますので、このようにしてカーディングしていきます。で、このカーディングして体から下ろしたものがこちらですね。こんなふわふわです。ふわふわで、これロールにしてるんですけれども、1枚のシート状になりますね。ちょっと今もうこれ絡まってしまって剥がすことは難しいんですけどね、1枚のシート状になっているものをこう丸くコロ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 とこう丸めて、こういう状態にしています。はい、この状態になりましたら、これを紡いでいくことができます。こちら糸車ですね。私の長年の愛用の糸車です。はい、この糸車を使って紡いでいこうかなと思います。もうすでにね、はい、このぐらい紡いだ糸が出来上がってきています。もう極細です。こんな細い糸になっています。で、これ今端子の状態ですので、これを二重にしてくるくるっとすると、はい、一本の毛糸、こんな風に総子の毛糸になっていきます。で、こういう状態になったら編んでいくんですね。はい、まだ今これは端子の状態にしておきます。はい、では少し紡いでいこうかなと思います。紡ぎ終わりのところと毛の塊をこのようにくっつけます。では車の部分を回して、でそれを 足踏みでね、足で踏みながら、これ足踏みミシンと同じ仕組みですね。ちょっと緩んでるので調節します。はい、このようにして紡いでいきます。と、撮影の画面見ながらだとすごくやりにくいですが、本当はね、これね、ビーッとね、後ろに引き伸ばすようにしてね、はい、紡いでいくんですけれども、今それやってしまうと撮影ができないんでね、手元のこの辺だけでしていますが、ね、上手な方になるとね、1回に1メートルぐらいね、長い糸が紡げます。このようにして紡いでいきます。多少ね、糸にポコポコができたとしても私は気にしないで、それも味だと思いながら紡いでおります。はい、こちら、端子を紡いできました。端子も一つね、こちらにも紡いできたのがあるんですけれども、この、2本の端子を合わせて、はい、1本の総子にしていこうと思います。では、2本の端子を紡いで1本の総子にしていきます。はい、今ね、こんな風にね、端子を紡いだ糸巻きが足元に2つあります。はい、今これね、端子の状態ですね。こちらも端子の状態ですね。この2本が寄り合わさると、はい、総子このようになります。でね、ちょっと太さの違うところとかあるんですけれども、これはこれで編んだ時に、ね、味になります。はい、だいぶ糸の方、総子がよれてきました。ね、ボビンがね、いっぱいになってきてますよね。で、こちらの糸巻き、だいぶ糸が、ね、少なくなってきたんですけれども、どちらの糸巻きも同時に糸がなくなればいいんですけれども、大概そんなことにはならず、片方だけが残るということがあります。で、そういう場合ね、もったいないですのでね、なくなった方のボビンに糸端をつなげて、最後まで総子にして寄ってしまうんですけれども、そのやり方をね、後でもう一度お見せしようと思います。はい、これで、一つのボビンが空になりました。こちらのボビンに少し残っています。で、こういう状態ですね。導き糸に引っ掛けているような状態です。ではね、こちらの余ってる方の糸をね、無駄なく使いたいので、ちょっとこれを手の方に取っていきたいと思います。
後ろを回ってきて中指で、また後ろを回ってきて今度親指側から中指で、こういうように手に巻きつけていきます。ついつい映らないところに手を移動させてしまいますね。の方にこうやって巻いてきました。そうしましたらこれね、導き糸から糸を外したいと思います。はい、外れました。反対の方のね、先に終わってしまった方の糸も導き糸から外します。見えない、よし、 OK、 外れました。じゃあね、この糸巻きはこれ置いておきますね。はい、そうしましたらこの短い方の糸 と、今外した方の糸端を一緒にします。そして糸車を回して、はい、このようにね、撚りをかけていくんですね。はい、もうこれで外れないです。はい、そうしましたら手から結構ね、中指がっつりね、巻きついてるのでなかなか外れないんですけれども、はい、よし、外れました。はい、これで中の糸と外の糸が一緒に出てきますので、ちょっと揺れてるな、はい、これで撚りをかけていきます。でもこうやってね、2本いっぺんに出てくるのでね、スルスルスルっと揺れます。このやり方すごく便利ですのでね、この糸の手に巻きつけるやり方を覚えておくといいかなと思います。こんな風にね、スルスルスルと出てきてくれるんですね、2本ともね。内側の糸と外側の糸がいっぺんに出てきてるような感じです。でね、指見ていただいたらこれ真っ黒になってますよね。これね、羊の方の毛は洗い済みなんですけれども、アルパカの毛が洗ってない状態の毛を使ってます。ですのでね、汚れがあるんですね。なのでこう擦れた時に手にがっつりとこう汚れがついてきます。ピント合ってるこれでね、やっぱりそういう汚れの残った状態で紡いでる糸なので、後で一回ね、お湯でさっと洗って、中性洗剤でね、洗いを、つけ置きするような洗い方をしたら、糸自体もね、ふんわりとしてきます。はい、これで端子2本を、装置に紡ぐことができました。はい、これでより終わりです。最後はね、2本取りにしたのでね、こんな風にU の字になります。はい。出来上がった糸、こんな感じです。毛糸このように紡ぎ上がりました。こんな感じです。はい、この動画が良かったらいいねボタン、それからチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。では、また明日。